I'll show you the power of the real ultimate life form. Huh?
探したぞ。 ケンシロウか。 ここへ何をしに来た。 ユリアを返せ。 ユリアだと? 忘れたのか、ケンシロウ。 あの日のことを。 お前の婚約者は俺のものになったんだよ。忘れたとは言わせんぞ。お前が俺に無様に切り刻まれ、血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だ。お前は剣で俺に勝つこともできず、愛する女を守ることもできなかった。 全ては余ったれたお前の考えが招いた結果だ。その胸に傷を負った程度で死なずに済んだ理由を忘れたのか。お前を殺そうとする俺をユリアが止めたからだろう。俺に一生ついていきますと泣き叫びながらな。 女に守られ生き延びた惨めな男よ。今なら見逃してやる。あの日地獄へ落ちたも同然の奴への最後の情けだ。言いたいことはそれだけか。何？俺は貴様に会うために地獄の底から這い戻った。 もう一度俺に負けるために来たのか、バカな男だ。<笑>少しはやるようになったようだな。だが俺の本気の剣はお前には見切れん。今度こそ殺してやる。 Yeah.
お前はバット。やっぱり剣だ。探したぜ。バット、なぜここにいる？剣とサザンクロスの手前で別れてからいろいろあったんだよ。車は壊れるし、奴隷商人に捕まって売り飛ばされそうになるし、その奴隷商人どもは強豪軍とかいう連中にぶっ殺されるし。強豪軍だと？まあそうさ、俺も強豪軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で、強豪軍の後をこっそりついていったらこの町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。町の情報を集めてたらケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。ケン、だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる？そりゃさ、剣の強さがあればなんかお得なことがありそうだし、俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで、前みたいに頼むよ。この町にユリア様、やっぱり俺の出番だな。このバット様に任せとけ。バット、何をする気だ？車を作るんだよ。この町なら車を修理するよりも作った方が手っ取り早いぜ。作れるのか？ああ、正確には組み立てるって意味だけどな。俺が自分の車を手に入れようとして集めた情報なんだけどさ、この町には車のパーツを売ってる場所がたくさんあるんだ。そのパーツを集めれば車の1台や2台は簡単に組み立てられると思うんだよ。それに誰かの車を修理しても後で返さなきゃいけないだろ。この先自分の車があった方が便利だと思うぜ。そうだね。そうと決まれば早速行動だ。ケン、あっちの方にパーツを売ってる店があるぜ。今日も一日頑張った。ケン、
おう。え？
What?
いらっしゃいませ。ありがとうございました。ははっ。ん？なあ。お。いや。なんだって？ああ。よ。ははっ。お。
灼熱剣。お前はもう死ぬ。死ぬ。うわ。ん？